ごめんなさい。めっちゃ出なった。マジごめんみんな。マジ焦った。ほんまに焦った。ごめん。みんなすごくない？あの、おはようって来てた。うん。しかも今日は学校で風紀検査があったから思いっきりすっぴんやし。なやばい、ほんまにやばい。ごめんみんな。え、マジ焦った。なんで起きれたんやろ、普通に。なんで起きれたんやろ、マジで。マジみんなすごい、ごめん。風紀検査、あの髪の毛とか、そう、なんか化粧してないかみたいな。え、マジごめんなみんな。ほんまにごめん。マジすごくね、起きたん。なんか寝とって普通に、やば。時間。いや普通に寝とってさって目開いて。ガチの寝起き。めっちゃ眠い。いや眠くない、もう眠くないけど、けどこれはもう化粧なんかしとったらもう間に合わへんと思って。あー、迷い起こしたんやね。え、違うね、実は二度寝しとって、あの9時にあの配信予約入れたんよ。配信予約を入れた時に寝ぼけながら入れたねんな。よし、9時になったらするぞってなって一回起きたんよ。んで、はい、9時ってやってそのまま寝て、やばかった。配信予約を結構さっきして、んで寝てた。やばいよな、ごめんみんな。ほんまにマジで爆睡しとった。9時間待ってた、ごめん。え、最新薬入れる前に寝てた。てかもうずっと寝とった、学校帰ってきて。いやほんまにごめんね。1時間くらい配信予約入れたからじゃなくて、いやもっと寝とった。寝たきしてたら見たことないじゃん。ごめんなさい。ごめんなさい。24分遅刻。マジごめんな、ほんまに。ごめんね。ほんまにごめん。それな、え、しかもさ、ちめっちゃ聞いてほしくて、今日の朝もしっかり遅刻した。なんか朝起きたら、あ、もう電車行ってるやんと思って、ちょ、もう一本逃そうみたいななって、え、やばいよな。プラマイ30分。レナ言ったもんな、それ。ごめんね。そう、朝も遅刻して、朝も寝とったのに、帰ってきてからもう学校でもずっと寝とったのに、ほんまにやばいよな。マジもう自分に怒りたくなる。それな、やばい。配信の20分遅刻はまあマジで焦った。
定時くらいに寝たんでしょ。いや昨日はなんかもう明日から学校6時間やしと思って2時ぐらいかな。そう自分の声なんかバレた。自分に甘い人間なので怒りません、こういうことがあっても。マジノー反省やで。もう反省してないね。お疲れ、ありがとう。マジやばいよな、ほんまにごめん。でも起きれたんすごくね、マジで。もう俺な絶対無理やと思った。くそやな。はい、そうなんです、私自分に甘いので起きれたんマジすごいと思う。びっくりしたもんレナ。いやいや反省しますよ。けどさ、あんまり反省することなくない人生で。え、ある？みんな、みんなあるかな、反省する、反省できること、反省すること。起きれたのほんとすごい。え、マジでそれな、ほんまにそれ。なんか起きとこうと思って配信薬入れて超眠かって、なんか気づいたら寝てました、ごめんなさい。日々反省。どうするんかなってちょっとワクワクしてた。え、マジでそれ、ほんまにな、レナも思った、マジ焦ったもん。だってさ、あのたまに夢とか見るもん、レナは。あのほんまに毎日寝るんやけど、そう、人生反省ばかり、むしろ10時に起きて途方に。いや、それな、マジ途方に暮れよった、ほんまに。毎日の反省会してる。仕事で失敗したんです。みんな反省はせんとこう、やっぱり。反省はしないでおこう。なんかさ、反省したらさ、あれやん、ちょっとマイナスな気分になってまうやろ。だから、毎日寝るのに結構。結構っていうか、割とガチで。そう。毎日。毎日昼寝を寝る、あ、ね、昼寝をする。そう、毎日昼寝すんねんけど、毎日寝る。そう、あの毎日帰ってきてお昼寝するんですけど、その昼寝でよし今日はまあ適当に普通に起きてあの配信しようとか思っとったら、その昼寝で10時過ぎとーっていう夢を見るんですよ、よく。マジ危なかった。ほんまに危なかった、ほんまに危なかったですね。毎日寝る、それはそう、それな。それほんまに、なんで身長伸びひんのやろ、おかしくね、こんな寝とんのに。てか寝ない以上に寝れてる人おらんで。ってことで寝る子は嘘ですってことですね。はい、嘘です、嘘確定です。マジ魔性夢なりよった。限りの人生楽しいで。でハンバーグ食べたいです、行ってください、あそこに。ぜひハンバーグ屋さん、猫は育つを証明してください、お願いします。それな、証明してあげたいんですけど、私がちょっと証明というかあれですね、それはちょっともう無理です。いや、授業中はな、なんかまた違うやん、なんか起こされたりさするから、ちょっと爆睡できひんくて、寒いし。この配信夢、起きたらもう11時的な。めちゃくちゃ寝る子多いんだが、ほんまに。もうほんまにずっと寝と。そう。ハンバーグ行けない、せやだけお願いしますね。レナもでも普通に行きたい。ほんまに美味しいね、マジ美味しいから行って。よく寝る子風邪ひいたり、いや風邪ひかへんだよな。風邪ひかへん。電車寝るの好き。え、わかる。え、なんかさ、電車でさ、あの電車で寝て、いやわからんけど、好きではないんやけど、え、わからん、電車酔うから寝るだけなんやけど。どっちやねんって感じやねんけど、朝秋葉
何何やったっけ、あの電車で寝るやん。で、よしもうちょっとで爆睡ができそうだって時に、降りるところで降りなあかんっていう、それあるあるじゃない、よく。いや分からん寝ただけなんかな寝ただけなんかな、僕は風邪ひかないっていうもんね。いや賢いけど、賢い人もな、いやいやいや、バカは風邪ひかないやから、まあ、今ちょっと風邪気味レナ実はえ電車で深い眠りにつく時あるやんえ分からへん、え、そう、降りる前に急に眠くなって、そうそうそう、博多が難しい、でもな、多分新幹線は大丈夫なんや結構、うん、息やばいな、息の方が。今日風邪が治りました、え、おめでとうございます、風邪が治ったです、おめでとう。この時期数の風邪じゃないの、違います、わかりません、あ、そう、アレルギーのせいなんですよ、アレルギー、マジ最近アレルギーやばくて、なんか花粉か何か分からへんねんな、寝てない寝てない、だから初めから寝ないんや、あーそういうこと、電車リズムが眠くなんで、そうなん、いや風じゃない気がする、えれな、マジ風邪ひかへんねん、ほんまに風邪ひかへん、そうガチ風邪ひきません、帰ってもぶっ倒れたりして熱とか言ってっていうか今さ、あのインフルエンザとか流行ってるんですけど、私が今インフルエンザになったら配信できないってことじゃないですか、魔法のチケットは5枚もないのでっていうことですよね、やばいじゃんまあ引かへんけど、うん、いやね、そんな面白かった、そうなん、そうかも、勉強アレルギー、学校アレルギーかもしれへん、笑ってあげるか、お前の時は、いやもう絶対いかん、こんなん言われたら、こんなん言われたらもう風邪はひけへんな、これは眠気誘う効果本当にあるし、え、そうなんや、おお、服初めて見た気がする、いや分からん、レナが見てないだけかな、ごめん今日全然やばいわ、ごめんみんな今日全然、あのあれ読んでない、何ギフトごめんなさいそれの毎日配信さ継続ならず、ニーフルジェスいったやばい、それはやばいあ配信より公演いや今なったらな、今だったら、いやいや、え、いやいや、案外あのかきれなルームで寝る人いるんですよ、そうなんですよ、案外いるんですよ、案外いるんですよ、なんか昨日寝落ちしちゃったみたいな、まあ、みんなも多分仕事でこの時間にするから仕事終わりで疲れてるのに、まあ、見てくれてありがとうっていう気持ちになるんですけど、はい、いや、あと17日そんなあれなんや、すごくねそれ、何がすごいって感じだけどそうやね、結構いるねん、そうほら俺やわ、自白してくれました、まあ、みんなも疲れてる時間帯なのかなって思うんですけど、そう配信長い時はちょっとかきれなのこと思いが薄れてみんな寝ちゃうらしいです配信長い時は YouTube に、それはもうレナのことが好きすぎる、なんでこのルームだけは入らない、あ、眠気取れるか的な、そういうことな、そう、よっぽど好かれてるんですよきっと、レナのこと大好きな気持ちはちょっと私は伝わってるので、みんなから、そう、よく寝落ちする、そうなんや
はい、皆さん50日です。パチ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 。あれ50日、魔法のチケット増えとうかな。お願い増えてて。いやいや別に増えてでも、いや増える必要いらんねんけどな。いや増える必要いらんねん、いらんいらんいらんわ別に。毎日するからこうやって私ちゃんと起きるので。魔法のチケット別にいらんかな。うん、皆さん読み聞かせだ。え、そうなん。じゃあちょっと静かにやっとこうかな、 YouTube に後々上がってもいいように。60なん？じゃあ頑張らな。インフルエンザに なれませんように。みんなじゃなくてレナが。みんなじゃなくてレナがインフルエンザになりませんように。イエーイ、50日、パチ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 、ハチ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 。増やしてもらっとけ、うん、一応ね、一応もらってあげる的な感じよな。もしもらえるならまあ一応もらっとこうぜみたいな感じかな。さっきまでタクシーに中継、それな、マジそれな。ほんまに焦った、マジ焦った。選手権決まりやな。いや、まあ、もしインフル、インフルなったことない人がおるんや。え、でもたまにおるんよ、なんか友達とかでも、なんかほんまにちっちゃい時からインフルなったことないとか、コロナになったことないとか、そういるんですよ。すごいな。でも小学校でも1回なったし、中学校でも1回なったってことは高校でも。それに打ち勝つのが私ですね。いや、インフルになったら多分配信できひんよ、治るまで。家族も？すごい、マジか、すごい。まあ、やっぱ学生よな。大人になったらあんまりあれなんかな。インフルの存在も知らない人おる。存在知らんの、インフルかかっとう可能性もあるんよ。インフルの口打つとインフル、あ、わかる、え、めっちゃわかる。あの受験の年とか、え、待った、レナも受験の年かも。あ、違うわ、受験の一個前やった、中学の時は。できるんでしょ、カキフライ。私カキフライ呼びですか。もう漢字も違うし、カタカナやし。もう一年ないです、もう一年ないです。え、ちょ、マジやばいねんな、ほんまに、ほんまにやばいねん。もう絶対今月だけなんよ、3年生は授業あるの。絶対に遅刻せえへんって思ったね。思ったねんけど、起きたら。どっか行っとったでしょ。マジどっか行っとったらもう2日目やで、まだ気合足りてないわ、ほんまに、レナほんまに、もう最悪。来月も、まあ、多分みんながお休みの中、私は行くことになりますね。はい、行くことになります。電車制にするな。それな、本当にやばいですよね、私。3月からまた3年生とか噂が。いやいやいや、そんな噂は、はい、ないです。始業式は遅刻しない、授業始め、それな、マジそれ。でも始業式はなんか昼までやからやる気があってん。よっしゃ、昼までやし、昼から寝れるぜみたいな感じで、だから多分頑張って起きたんやけど、なんか、え、もうだる、授業やん、だる、6時間目やん。あーみたいな感じ、多分それで寝ちゃいました。だってアラーム鳴ってないねん、もうほんまにアラームが壊れた。全部人のせいにする。もっと頑
いろんなの試しとんだよなみんな。いやマジそう、学校ももう一年いられると困るで、ほんまに困ると思うマジ授業やる気だよ、夢持ったら過ごそうよ。いや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 、もうやばいですよそれは。もう JK はもうほんまに今月で終わりにさせていただきたい、させていただきたいのですけど、ちょっと厳しいですかね私すいません、すいません、すいません、ありがとうございます的確やな、だいぶ。いや、で本で叩かれないの、机叩かれる、コンコンコンコーンみたいな。そう頑張ってんねん、だから頑張らなくていいよ。もうそれさ、なんか優しさに思えて、それやばいんですよ、誘導が。制服のレッスン、制服の目のレッスンは難しい。いやもう別に難しくはないけど大変ですね、大変大変です、大変です。はい、以上自分から以上って言ったかな、それ以上はね、はい。いやいや学校の先生も厳しいね、もうほんまに厳しいね、マジでほんまに厳しい。みんなに学校の先生してもらいたいもん、みんなレナに激甘ですから難しくないっていうかいや違う、なんかなんていうん、そうなんか振りがむずいというより、えなんていうん、なんかな、あの振り入れは全部してるから、そう、もうダンス自体はもうなんていうん、踊れるから、その細かい修正とかあるんですけどって感じかな、はいって感じです。先生じゃ毎日補習祭、やだ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 みんな厳しかったみんな厳しかった。毎日補習ですか、私も嫌ですね、それはそれ嫌ですね。おじいがいの子に厳しいやばいやん、即留年なん、みんな厳しかったえー、18歳寝てほしいなもう18歳なんですよ、私誕生日迎えたのでうん、うん、いや、めっちゃ素手間が切るわ、あー、まあ嬉しい、それは嬉しい、それ嬉しい嬉しい嬉しい、それは嬉しい、よろしく頼みますありがとうございます。一回申し込むかもしれない、やっぱりみんな制服の目当たるように申し込みを少なめにしてるんや、へえ、いや大丈夫じゃない、一回ぐらい他の公演ってことやんな、それな、チリで9点なんか聞いたらもう決まりやんな、留年。確かに、じゃあ甘いかな、うちの先生がいや朝来てそうじゃん、もうやばいやばいやばい、もう激怖いやんそれめっちゃ怖い先生やん。9月に迎えてるんですよ、だから今年ですね、もう今年19歳になっちゃう、やば、推しには甘いという点がポイント高いあそっか、そうやな、でみんなファンとか応援者だからまだ厳しいんかリアル JK 言うな、でも早く学校来いよって、めっちゃいいやん喜んでいくわ、じゃあめっちゃやりたいから1ヶ月申し込みは何もしないそうなんや、あ、みんな、え、みんな我慢してるの、もう絶対、え、マジで、え、ちょ、マジマジマジ、え、みんなさ、マジで公演我慢しとん、え、そうなん、ちょっとみんなが報われますようにマジか、何が9月なんですね、なんで知らないんですか言った、何練習してるの、ユニットって何ですか、ユニットって何ですか
ちべまるちゃんみたいな先生。もしだったら5分出席してたら早退しても許す。おお、1日いたことにしてあげるってね。残りとか星の言葉がきらきら聞かないから不思議な。え、それな、え、なんか9点やけど、なんか前の点数が良かったから、なんか今回は忙しかったやなって思って星はないよみたいな言われた。いつもはできてるからもう星いいよみたいな。めっちゃ優しくね先生。意味あるか知らんけどね。みんなあ温存してるの。マジみんな頑張って当ててな。これはほんまに報われてほしいですね。これはほんまにマジか。2ヶ月みんな2ヶ月もやば。200円じゃないんだけど確かに。すごくね。お、出来上がった間に合った。寒いね。お疲れ様。9月もよく初めてした。初めてなん？覚えやすくね9月。何が覚えやすいんって感じやけど。自分の1年以上我慢します。そう、いつもできてるんですよ。実は私いつもできてるんですよ。誰の感じでダンス難しい。言うのをするんじゃないよ。191人。なんか個人情報をさらされた気分。なんかさ、携帯のロック画面とかさ、なんか中学校の頃とかそれかけてたからさ、ちょっとだけやけど。でもなんか携帯のロック画面をかけない派で、だから落としたり置いてきたらちょっとやばいなって思ってるんよな。携帯落としたらやばいなってって思って、なんかちゃんと顔認証ぐらいはつけといた方がいいんかなって思うねんけど、めんどくさすぎて、もういちいちさ、なんかあの、そう、開くときになんかもうちょっと待つのが、もうちょっとぐらい待てよみたいな感じで思うやん絶対みんな。やけどちょっと待てないんですよそれが。影山さんの基本情報が足りない。あ、ほんまに？そうかな。もうちょいする。みんなユニットが気に、あ、ユニット気になるか、そら全体聞くあれやもんな。え、そう、やばいよな、ロックしてないねん。いや、そのパスワード4桁なんやけど、なんかもうめんどくさくて、パスワードつけた方がいいんかな、やっぱり。なんでそんなせっかちなせっかちやな。やっぱつけた方がいい。じゃあちょっとみんな番号考えてよ。4桁顔認証するからあれやけど。あ、立ち位置ね。ユニットと立ち位置か。手取りはあれやもんな。2025年くらい B 型と、25年って何。え、まだ来年、え、未来ですよねそれ。あれ0912なん、やっぱり123やもんそれ。あれやん、絶対当てられるやつやん。それ決めた意味ないやん。0912決まり。次の方がいいね。俺の誕生日すか、レナが。07、レナレナやんそれ。絶対設定するもんじゃないんですよ私はね。全然設定してなくて。そう、あ、そう、あ、2005か。あ、それと間違ったんか。そういうことね。ちょっとなんか未来に生まれてる感じが出てましたけど私。未来予言者みたいになってた。0207何やろ。え、02が分からんねんけど。え、07レナってことかな。え、4月5日なんや。へえ、おめでとうじゃん。あと3ヶ月後ぐらい。お連れなか、いいね。あれなれな、あれなれなもいいよな。メンバーなれなきゃいけないのか、言ってるだろうから、ロックしていた方がいいと思う。確かに。2024年だからやろ。ああ、それ2025って書いちゃったってことか。みんな自分の誕生日教えてきた。7月、夏ですね。
2025年生まれですね。毛顔ですね。確かに未来ですからね。生まれない人か。そしたらちょっと有言実行になるな。ちょっとレナが、え、なんの2025年なみたいに言ったけど、これでーすって言える。お母さんの誕生日使っていいね。なんか深刻。お連れない、いい？ちょっと忘れそうなんやけど、自分のさ、あの、自分の、何？パスワード。忘れそう。博多な、え、いいな。博多行ったことないねんけど、多分。行きたい。行きたいねんけど、博多。10年ぐらい前に生まれました。お、1月入ってるからってことかな。27歳ね。あー、わかるよ、わかるよ。0513か0525か0920。みんなおじの誕生日なんですけど、え、全部推しの誕生日なんかな、それ。あれ、なんかコメントバグった。え、ちょっと待った、コメントがバグりました。待った、ごめんみんな、なんかコメントバグった。え、ちょっと待った、え、待った待った待った、え、なんかレナのコメント欄消えたわ。数名のコメントが消えました。消えた、消えた、みんなのコメントが消えた。なんか3つぐらい消えた気がする。ごめん、読もうと思ったんやけど消えた。そうなんや、めっちゃ奇跡やん。56分、やばい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 、57分じゃん、やばいやばいやばい。待った、え、絶対消えたんやけど、え、言っていい、消えたあたり。0513か0515の誕生日の人行けばよか。こんばんは。0920は候補が3人いますね。更新したの間が多分ないと思う。大丈夫やで。ほら、ここら辺で抜けとう人おるやろ。多分抜けてるんよな。最悪やん。ごめん。あ、タイに出発なの？え、いいね。タイもいいね。やばい、これ抜きされるのか。いや、別にそれじゃないと思うけど。あ、抜けてない？ごめんなさい。え、すごいなーじゃん。すごいな。すごいなーじゃん。あ、抜けてない？な、抜けてるよな。絶対抜けてる。多分、3人か4人ぐらい抜けてる気がする。やばい、あと2分、あと2分、あと2分。あと2分。あ、さっき止まったのは 20%。だから、レナが悪いってことか。20% でちょっと画面が止まってバグってしまったということですね。ね、博多すぐなんかな。え、でも結構さ、あれっぽい。いけないわ、前の髪の毛やね。そんな悲しいこと言わないの。あと充電。遅刻したから秒で配信終わるな。え、けどさ、30分以上やっとうで。すごない？でもマジ早いよな。めっちゃ早くない？ごめん、だからさ、ちょっとメール送れてない。今日朝のメールしか送ってなくない？もしかして。ごめん、みんな、マジごめん。ほんまにごめん。ほんまにごめん。ごめん、みんな。いつも長いから短くね、短く感じるな。あー、やばい、ご事件、やばい、やばい、やばい、ゆっくりした暇なかった。体感マジ30秒。何でもごめん、すごくないですけどね。あー、みんなブログ、ブログも、あの、あれです。送りました。ぜひ見てください。あー、みんなマジごめんな、今日は。ありがとう、でも短くなっても来てくれて。おやすみおやすみおやすみ。今日レナの夢見てね。ありがとう、みんな。バイバイ。おやすみおやすみ。
学校行きます、頑張って。じゃね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 、バイ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